どうも、ココリア TV です。今日もカラコン紹介です。今日はみんなが多分一番多く使っているであろうブラウン系のカラコンです。今日つけているのは 4U の 4U ブラウンです。 4U のっていうか 4U ブラウンですね。はい。とこのカラコンは、まあ、何よりも値段が安い、990円。こんな感じで、まあ後でちゃんと詳細の画像も載せるんですけど、まあ、DIA が 14.2mm で、グラフィックだけの直径だと 13.8mm ですね。で、度数は8までありました。はい。結構縁がしっかりして見えるんですけど、その直径自体は普通のに比べたら少し小さめなので、ナチュラルに盛れるカラコンだと思います。大きすぎず、でもちゃんとサークルもあるから、目をクリッとさせてもくれる感じですね。はい。なんか直径も大きくて、サークルも太めのやつだと、本当にアニメっぽい顔になっちゃうので、こういう感じの、サークルもちゃんとあるんだけど直径が小さいぐらいが一番ベストに、こう派手すぎず盛れるんじゃないかな、ナチュラルに盛れるアイテムなんじゃないかなと思っています。はい。 4U ブラウンは縁はちょっと茶色いんですけど、中が少しだけ明るいブラウンになっています。はい。なので目にも馴染みやすいと思うし、もともとの目の色が暗くても茶色くても発色がよく出るカラコンだと思います。はい。今日はポップレンズで買った 4U のコンタクトレンズをご紹介しました。アニョン。韓国情報だったり韓国エンタメ情報、俺ちゃんメイクだったりグルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。YouTube のコメント欄、Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。